い、日差しが届いてきましたよ。今日は金沢市東山に来ています。さあ、かなり雪が降ってきましたが、行きましょう。今日はですね、今日はですね、いろんなお洋服屋さんやカフェなども入っている町屋ロコロコ東からお届けします。さあ、風情を感じるような金沢らしい建物ですよね、うん、ところで今年2022年は寅年、寅といえば猫科の動物ですね。そうですかね。そして今日2月22日はニャンニャンニャンの日ということで、ニャンポーズ今日は猫にまつわるお店、失礼します。あ、カムカムキャットからお届けしますよ。ご紹介します。さあ、今日は大雪のため臨時休業ということですが、特別にこの時間だけ開けていただきました。すいません、本当にお邪魔します。こんにちは。こんにちは。はい、さあ、店内見ますと猫グッズがたくさん、例えば可愛らしいお財布やハンコイルなどもありますね。さあ、素敵な可愛いグッズが盛りだくさんですよ。ではここでお話を伺っていきます。店長の桑原さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう猫好きにはたまらないお店ですよね、はい、ありがとうございます。カムカムキャットについて教えてください。はい、去年12月にオープンしました猫をモチーフにした焼き菓子や雑貨を取り扱ったお店です。みんなに幸せが来るように幸せを招き入れる招き猫からカムカムキャットという名前にしました。くるくるってカム、英語でくるっていう意味から取ったんですね。はい、はい。さあ、そんなカムカムキャット、現在特別なイベントを開催中なんですよね。はい、期間中お買い上げのお客様で猫ちゃんを飼っているよってお客様には、こちらの猫の餌をプレゼントしております。すごいサービスだこれ、うん、お、やんとこれは、はい、猫ちゃん飼われている方、はい、一定の情報ですね。はい、でさらにまだまだあるんですよね。はい、はい、お買い上げ3300円以上の方にはこちらの猫メレンゲをプレゼントしております。かわいい、はい、メレンゲなんですね。はい、メレンゲなので、あのコーヒーや紅茶にポタポタ浮かせていただくものになっております。いい、はい、本日はこちらをどうぞ。はっ、ありがとうございます。猫がお風呂入ってるみたい。あ、見えますか、猫ちゃん浮いてる。あのコーヒーのお風呂に入ってるようですよ、ね、猫ちゃんが。にゃんだかなみたいな感じ で、ね、いただきます。高いね、家のお風呂みたいな。よいしょ。どっちですか。はい、おいしい。あの、はい、甘い、あの、はい、マスクしてからでも分かる、はい、この甘い香り、はい、漂いますね、はい、濃厚さと、あとまろやかさがありますね。ありがとうございます。カムカムキャットではこちらダラットコーヒーというベトナムのコーヒーを取り入れております。甘い香りと深い苦み、口いっぱいに広がる濃厚な味わいが特徴になっております。うん、本当ですね、はい、あのまだまだちょっとゆっくりいただきたいところなんですけれども、気になる猫グッズ見ていきましょうか。川原さん、おすすめ教えていただけますか。はい、石川県内作家さんの20名の方に、私がちょっと厳選させていただきまして、こちらに商品を置かせていただいております。まずはじめですが、こちらのくる猫屋さんの猫耳マスクはいかがでしょうか。かわいい、いろんな種類ありますし、はい、表情豊かですね。はい、一点一点あの手書きで絵が描かれております。で、国産生地ですので、お肌にとっても優しい仕上がりとなっております。あ、そうなんですか。ちょっと一つ手に取ってみますね。失礼します。はい、かわいい、色がかわいいですね。つけてみていいですか。はい、どうぞ。はい、素敵なピンク色をつけてみると、お、いいね、どうでしょう。あの、普段白色のマスクをつけることが多いんですけれども、さらにその上に布マスク、ピンクのをつけると、あの、気分が違いますね。はい、ちょうど春色です。そうですね、ファッションの一部として楽しめますし、なんかちょっと猫ちゃんと一緒にお出かけできる気分になりますね。はい、とてもかわいいです。 ありがとうございます。素材も柔らかいので身につけていてすごく居心地がいいですね。はい、うん、猫耳マスクおすすめです、うん、さて続いて他にもありますか、おすすめ。はい、じゃこちらになります。はい、ですか、こちらは猫ド M さん専用ライトジュエリー作家さんのリーニャンクラブさんです。はい、お作家さんの名前すごくユニークですね。はい、ユニークな方なんですけれども、はい、はい、こちらは猫を愛しすぎて、もう猫専用の
ためのもうライトジュエリー作家になっております。そうなんですか、はい、どれもこれも猫だらけです。わ、はい、もうすべて猫ちゃんで、ちょっと見てみると、失礼します、さりげなく猫の形をしているんですよね。かわいい、はい、ね、他にはこちらは肉球ですね、はい、肉球に爪がついてますのでとても可愛いです。本当だ、よくよく見ると、はい、肉球爪がついてる、はい、でお値段は1500円。ちょっと耳に当ててみていいですか。肉球は1500円、はい、見てみると、あらあらあら、どうですか、キラキラしますね。これ歩いててこうプラプラするのも素敵ですね。うそうですね、はい、さあさあ、いろんなアクセサリーありますけれども、まだまだありますよ。例えば私がちょっと気になってたのが、はい、こちらのスニーカー、またまた猫ちゃんが、はい、すごいこれ、こちらも県内の作家さん、宮子さんの作品になりまして、猫のこちらのアップリケを刺繍を施してます。でこちらの猫ちゃんをさりげなく出すために、こちらのペイントも猫ちゃんに合わせた色になっております。そうですか、はい、あの猫ちゃんがちょこんといるの可愛いですし、はい、さりげなく可愛らしさもありますし、はい、このリアルに描かれているのも、はい、これから春にはいい商品だと思います。花柄のスニーカーを履いてお出かけしたいですね。はい、はい、さあ、いろいろ見ていきましたが、桑原さん、はい、お店が去年の12月にオープンということで、はい、反響どうですか。そうですね、12月からオープンしたんですけれども、うん、インスタなどを見て、県外の作家さんも来れるようになりました。はい、またね、落ち着いたらね、はい、いろんなところからお客さん来てほしいですね。はい、お待ちしております。はい、はい、そんなカムカムキャットでは現在猫ウィークを開催中です。はい、今日はね、残念ながら大雪のため臨時休業となるんですが、はいはい、この猫ウィーク今週の土曜日26日までとなっています。そして普段は水曜日お休みなんですが、明日は特別に営業してくださると、はい、はい、インスタグラムからお店の情報もチェックできますので、皆さんそちらも合わせて見てみてください。今日はカムカムキャットからお伝えしました。以上、お出かけ中継でした。